古文書が代々お家に伝わっているというのは明弘さんにとってどんなお気持ちですか？非常に貴重だなと。でやはりこれを自分のところは通過点ですので、やはり次の世に伝えていきたいなと、そう思っています。ちなみに明弘さんは何代目でいらっしゃいますか？私は7代目です。7代目、はい、かなり本当に代々続いているお家なんですね。明弘さんご自身は歴史はお好きなんですか？そうですね、やはり歴史で一番好きなのは日本史が好きですけれども、はい、歴史の変化点のところ、やはり幕末ってのは一番面白いなと思ってます。はい、ということはもうこれが読めるようになったと言いましょうか。これを手にした時というのは、そうですね、はい、実際にこういう古文書の漢字をですね読めれば本当にもっと面白いんじゃないかと思いますけれども、時間ができたらこういうのは読めるようになりたいなと思ってます。はい、今実はですね、明弘さんの隣に先ほどから笑い声が聞こえているかな、奥様がいらっしゃいます。こんにちは。奥様は、はい、こちら金谷のご出身ではないということなんですけども、はいはい、東北の出身です。はい、こういう江戸時代からの歴史があるお家に嫁いできたというのはどんなお気持ちですか？そうですね、最初はびっくりしました。やることがたくさんあって、はい、いろいろね、神棚に祀るたんびに火打ち石でカンカンとしておみきすを入れて、それでいちいちあげたりとかって、そういうことをあまりしないうちだったもんですから、実家はとっても驚きましたけど、まあ、今はだいぶ、まあ、逆にそういうのをやってくれるお嫁さんが息子に来ればいいなと思ってます。あ、なるほど。そういった古いものと向き合う時っていうのはやっぱり心がちょっと落ち着いたりとか神聖な気持ちになったりするものですか？そうですね、そうありたいと思います。はい、本当に受け継いでいくというのは地道なことなのかなって思いますが、ぜひ息子さんに、そしてその次の方がつながっていくといいですよね。実は明弘さんご自身も普段はお仕事東京と、そうです、はい、いうことなんですね。週末ここ金谷に帰っていらっしゃるということなんですけど、はい、こういった古い町並み、古いものが残る金谷という町をどう見ていらっしゃいますか？やはり私生まれ育ってもう50年以上経ちますけれども、やはり小さな頃に比べるとどん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 町が変わってきている。いや、今は若い人が少なくなって年寄りも多くなってる。でもやはり非常に金谷っていいものたくさんありますし、やはりそういう特に過去から伝わってきているものはですね残していけないなと思ってます。そしてですね、奥様もよそから嫁いできたということですが、この金谷の町どんな町だと考えですか？そうですね、昔からね、みんなこの辺の人はこう引っ越しもせずにずっといるだけあって、はい、こう仲がいいっていうか、まとまりがいいっていうか、その人のおじいちゃんからその上のおじいさんのことまでみんな知ってるような町なもんですから、とってもこうみんな和気あいあいと仲良くできる町だと思っていますので、それをなんかそのまんまね、後の人たちも続けてそういういい面を維持していけたらなと思います。はい、時代はねどんどん流れていきますし、うん、新しいものもたくさん入ってきますけれども、この年代記をはじめとして大切にしたいものいっぱいある町ですよね。そうですね、はい、はい、今日は、金谷の古文書年代記を代々お家に受け継いでいるという松浦さんご夫妻にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。